外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人為的に他の地域から入ってきた生物のこと。アレロパシーが強い植物など、その一部は、生態系や経済に、重大な影響を与えることがあり、環境問題の一つとして扱われる。類義語に入種、機化種、侵入種、外来生物がある。英語では、エイリアンスピーシーズもしくは、インベイシブスピーシーズという。ただし、 インベイシブスピーシーズについては、在来種でありながら、人為的な影響によって分布域の爆発的な拡大や生息数が激増し、生物多様性及び生態系サービスや悪影響を及ぼしている種に対して、ネイティブインベイシブという呼び方もする場合もあり、英語表記において最も誤解が少ないのは、インベイシブエイリアンスピーシーズである。外来種に対して、従来からその地域で生息、 生育するものは在来種と呼ばれる。人類は15世紀中期の大航海時代以降、世界を自由に行き来するようになり、その過程で多種多様な生物を移動させてきた。こうした人間活動によって新たに分布を拡大させた生物に対して、イギリスの生態学者、チャールズ・エルトンは1958年に著書、ザイコロジー・オブ・インベジアンス・バイ・アニマルズ・プランツの中で、 学問のテーマとして外来種問題を大きく取り上げた。今や外来種は地球上のありとあらゆる環境に侵入している。ハワイでは生息している生物のうち外来種が25%を占める。また、モーリシャス島では植物について在来種よりも外来種の方が種類が多く、ロドリゲス島に至っては在来種の約点三倍もの種類の外来種が生息している。ニュージーランドでは 在来の陸生哺乳類は2種しかおらず、一方で外来の陸生哺乳類は34種も定着している。アメリカにおける外来種に関する経済費用は1370億ドルと算出されている。日本に定着している外来種は2000種を超えると言われており、そのうち4分の3は植物が占める17水系19河川で実施された植生調査では、 確認された全植物種数のうちの13.6%に、上二280種の外来植物の分布が明らかとなった。こうした外来種の拡大が進むにつれ、学術誌に発表された外来種に関する論文は1990年代後半以降に急増するようになった。現在では外来種の問題は環境問題の一つとして認識されており、様々な取り組みや研究が、 世界中で行われている。外来種をより正確に定義すると、人間活動の影響で入り込んだ生物である。人為的、意図的に持ち込まれた生物でなくても、人間活動に随伴して流入した生物も含む。例えば木材や船などに入り込んだり、付着したりして入り込んだ生物も外来種である。外来種という用語の指す内容については、国や研究分野によって、 その定義が微妙に異なり、世界的に統一した見解はない。日本でも外来種の他に移入種、帰化種といった言葉が混在して使われてきた。例えば行政においては、環境省は移入種を、国土交通省は外来種を用いてきた経緯があり、いずれも主に日本国外から移入されたものを対象としていた。植物学者は帰化種という用語を用いている。2000年代からは、 多くの分野で外来種と呼ぶのが一般的になってきている。国際自然保護連合の定義では、外来種とは、過去あるいは現在の自然分布域外に導入された種、亜種、あるいはそれ以下の分類群を指し、生存し繁殖することができる、あらゆる機関、配偶子、種子、卵、無償的繁殖子を含むものとされる。ここで用いられている導入という言葉は、意図しているかどうかは関係なく、 地味によって直接的、間接的に自然分布域外に移動させることと定義されており、移入や侵入といった言葉で置き換えられることもある。そして外来種が新たな分布域で継続的に子孫を残して生き続けることを定着という、外来種の中でも移動先で分布拡大した時に在来種の絶滅につながる恐れがあるなど、とりわけ生態系や人間の生活に 大きな影響を及ぼすようなものを特に侵略的外来種といい、これらは侵入種と呼ばれることもある、と呼ばれることもある。種より、外の亜種、または変種であっても外来種に含められるが、混乱を避けるため外来生物のような用語を用いる場合もある。外来種という言葉はその五感から外国から持ち込まれた生物というイメージを持たれることが多いが、 本来は外国に限定して適用される概念ではない。移入元が国外か、同一国内の他地域であるかによって、国外外来種、国内外来種と区別する。しかし、現実には、侵略的外来種あるいは環境省が指定した、特定外来生物とされている動植物はすべて、国外外来種であり、国内外来種が、侵略的外来種や、 特定外来生物とみなされている種は一例も存在しない。具体的にどれくらい過去まで遡って導入された生物を外来種として扱うのかという導入の時代に関する統一的な定義は決まっていない。日本の外来生物法では明治元年以降に日本に導入された生物を外来生物の対象としており、 それ以前の時代の生物については確かな記録を確認するのが困難という理由で対象外としている江戸時代末期や大航海時代を導入時期の基準とすべきとの意見もある。一方で人類の移動、定着、あるいは農耕などによる新しい環境の作出によって新しい地域に移入したと推定されるが戦死時代であるためにその記録のない生物を 自然気化生物という、日本の例としては、畑作と共に移入された、モンシュロチョウ、アカザ、ナズナ、稲作と縁の深いスズメ、人家に住みかを取ることの多いアブラコウモリ、ドブネズミ、ハツカネズミなどのイエネズミ類、ジャコウネズミなどが挙げられる。これらの生物は、数千年以上の長い年月を経て、在来の生態系に組み込まれているとものとみなされ、原則として、 生態系への影響を理由に駆除を求められることはなく、一般的に外来種と認識されることも少ない。白シンや日本ヤモリなど日本への導入時期さえもよくわかっていない外来種も存在する。外来種はあくまで人間活動の影響で導入された生物のことであり、生物自らの能力によって移動してきたものは外来種に含まれない。よって、渡り鳥や名鳥。 勧遊する水生生物などは問題視されない。ただし、ガラパゴス諸島で地球温暖化の影響で近海の藻類が減少したために海イグアナが陸上に進出し、陸イグアナと交雑して問題視されているように、人間の活動による環境の変化によって生物の自発的な移動が起きて問題が生じた例もある外来種の定義を考慮すると、ペットや家畜、 園芸植物などのほとんどの生物は抗議の外来種であり、常に多種多様な外来種が世界中に導入されている。しかし、導入される外来種がすべて定着するわけではなく、実際に野外へ定着して分布を拡大したがって、多くの外来種は導入されても野生化することができず、野生化したとしても数世代の短い期間で消滅してしまう。一方で、 原産地ではあまり問題を起こさずおとなしかった。生物が侵入先で侵略性を発揮する事態も少なくない。一部の外来種が定着し、問題を引き起こすほど拡散する原因として、新たな侵入地域にはその外来種の特異的な天敵が存在しないがゆえに外来種の成長や繁殖が向上することが考えられており、天敵解放仮説と呼ばれている。また、それに関連して、 天敵の不在により防御よりも成長などにエネルギーを投資するように進化する、傾向が進むという愛か仮説も提唱されている。外来種の定着が別の外来種の侵入や影響を促進、悪化させる可能性も指摘されており、この現象は侵入妖怪と呼ばれる。植物においては、高い種子生産性、耐陰性、耐寒性、アレロパシーといった特徴を有する種が特に、 侵略的な外来種となりやすいとされている。一般的に外来種の導入は人間が何らかの目的を持って持ち込んだ意図的導入と偶発的に侵入してしまった非意図的導入の二つに大きく区分される。ペット、家畜。編集、アライグマプロシオンロトル天敵導入。編集、ヤマヒタチオビーグランナロセア第一次産業。編集、ウシガイルライスボティスケイツビーネス緑化。ガーデニング。 編集ランタナランタナコマラ産業振興、娯楽、編集、オオクチバスミクロプテルスサルモイデス環境保護、編集外来種問題に無理解であるがゆえに、自然を回復させるための自然保護活動や、ビオトープ活動が逆に地域の自然を破壊してしまう、場合も見られる。ホシムクドリスターニスビルゲリスカワホトトギスガイドライセナ、ポーリモウファに覆われた、流速系侵略性の強い外来種が引き起こす。 問題として生態系に与える影響、遺伝子の攪乱、第一次産業等への被害、感染症及び人の生命への被害などが挙げられるが、二つ以上にまたがるものも珍しくない。在来種の動植物を捕食したり、植物や繁殖場所など生息環境を奪うことで競争種などを減少させたりする。いずれの場合も生態系のバランスを崩し、二次的にも 大きな影響を与える、可能性がある。のヤギ南大頭ボイがイレグヤラリスホテアオイ、アイコーニアクラスプス、地区外も山椒外来種が在来種と交雑することによって、在来種の遺伝子が変容することがある。この現象を遺伝子浸透という、外来種の遺伝子が広範囲に拡散すれば、それまでの遺伝子プールの状態を回復することは、事実上不可能となる。固有種、固有ア種に、 外来遺伝子が流入した場合、長い進化の歴史を経て形成されてきたそれらの種や亜種が消滅することになるため、問題は特に深刻である農作物や家畜の品種改良の場合、人為的条件での適用、すなわち人間にとって優れた特性の獲得が後輩により達成され、原種と大きく異なった形態の品種が生み出されることが多い。このような例を踏まえて、 遺伝子の格乱は種として、しかし、自然環境下の動植物で遺伝子の格乱が広がった場合、格乱前の状態に戻すことはできず、鉱雑種が新たな害を及ぼしたり、生態系全体のバランスに大きな影響を与える恐れもある。台湾ザルマカクサイクラピススパルティナアングリカスパルティナ、アングレカ第一次産業に外来種が大きく貢献することがある一方で、 農林業や漁業に膨大な被害を与え、数十億円に達する被害額を生じさせる外来種もいる。ヌートリア・マイカスター・コプース従来その地域では、見られなかった病原菌や寄生虫が外来種と共に移入された場合、人間や在来種に被害を与える場合がある。赤ヒアリソレノプシスインビクタ自然保護が、世界的に関心を集め始めた1990年代から生態系や、 生物多様性に悪影響を及ぼす存在としての外来種問題が注目されるようになった。連邦法である霊ー法が外来種の流通を規制しているほか、各州の野生動物法でも外来種を規制して対策に当たっている。各国の国内法によって外来種対策が義務化されているが、域内自由経済圏である EU の出現に伴い、 外来種の管理が難しくなっているという側面もある。2000年以前の日本では外来種問題に対して以下のような野生動物やペット、家畜などに関係する既存の法律に基づいて、各々の法律の範囲内でバラバラに行動しているに過ぎなかった。これらの法律は生物多様性へのリスクなどを考慮して外来種問題への具体的な対策に当たるには不十分であった。こうした。 事実上放置に近い状態にあった外来種問題は2000年代初めににわかに脚光を浴びるようになり行政、民間の双方で様々な動きが起こり始めた。まず2000年に環境省の自然環境局に野生生物保護対策検討会入手問題文化会が設置された。1995年に閣議決定した 生物多様性国家戦略では簡単な扱いに留まっていた外来種問題も2002年の新生物多様性国家戦略では外来種による生態系の格乱を第3の危機として位置づけられた2003年12月には移入種対策に関する措置のあり方についてが中央環境審議会から提出され外来種を包括的に扱う法律を作ることが求められた そして2004年5月27日に特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律が可決・成立6月2日に公布され2005年6月から施行された。この法律では特定外来生物等専門家会合及び特定外来生物等分類群専門家グループ会合で専門の学識経験者の参加のもと 特定外来生物と要注意外来生物を指定し、規制と防除に取り組むことができるようになっている。特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律も、参照地方自治体でも外来種対策に取り組んでいる地域がある。北海道では、絶滅の危機に瀕する生物をリストする、レッドリストにちなんで、外来種をその危険性をもとに区分した。 ブルーリストを作成している。滋賀県では、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例によって指定外来種を規定して、飼育の届け出義務や、放築の禁止を課している。また、2008年度に文部科学省が示した、中学校理科の学習指導要領において、初めて外来種に関する文言が盛り込まれるようになり、外来種問題が、 学校教育に取り上げられ始めている。外来種によって深刻な環境破壊が発生しているニュージーランドは外来種規制が世界でも最も厳しい国として知られる。まず、生物安全保障法に基づき不要生物を指定し輸入、流通、放出がすべて禁止される。さらに、危険及び新生物法により専門の委員会によって承認されなければ外来種は 一切の輸入、所持、放出ができない。これは、アメリカのレーシー法や日本の外来生物法のような、ブラックリスト方式とは異なり、ホワイトリスト方式という非常に厳しい制限である。そのため、国内の空港では、厳しい権益を受けることになる。生物多様性条約の、第8条 H 項に、各々の,の,の定約国は、生態系、生息地、もしくは種を脅かす。 外来種の導入を阻止し、またはそのような外来種を制御し、もしくは撲滅することと明記されていることからもわかるように、生物多様性を脅かす外来種問題の解決は人間の、そして国の責務になっている。外来侵入種によって引き起こされる生物多様性減少防止のための IUCN ガイドラインによれば、外来種の導入の阻止は最も費用対効果の高い。 対策であり、外来種の導入によるリスクを最大限考慮するべきという予防原則を提示している。したがって、外来種の輸入や利用を規制し、水際で導入を阻止することが何よりも重要視される。環境省は、入れない、捨てない、広げないの外来生物被害予防3原則の実践を一般に呼びかけている。外来種の導入を未然に防ぐことができず、定着してしまった場合は、 外来種をその生態系から完全に取り除く根絶と外来種個体群をその悪影響が問題にならないレベルの密度に抑える管理の2つの方策が検討される IUCN ガイドラインでは根絶は最良の管理手段であり特に定着初期の段階では効果が高いとしている根絶や管理のための具体的な手法として重要やな 点滴導入、毒物の利用による捕獲、駆除、柵などの移動制限が挙げられる。オーストラリアでは外来種のウサギを駆除するため、致死性の粘液臭ウイルスの導入が行われたことがあるが、ウサギの耐性獲得とウイルスの弱毒化変異により、失敗した、一度定着した侵略的な外来種を根絶することは非常に難しいが、面積の狭い地域では、 根絶に成功した事例がいくつかある。日本では南西諸島の島々に拡大したウリミバエに対して20年以上の歳月をかけて不妊虫花市死法と駆除を併用することで根絶を達成した。また、1999年から開始した小笠原の向島列島の向島、中立島、嫁島に生息するのヤギの排除事業は、 作への追い込みと射殺により2000にまでに完全な排除に成功し、他の近隣の島々でも進められている。外来海洋生物の根絶事例は、世界でもオーストラリアの閉鎖的な港における意外騙しの駆除の一例のみである。外来種問題は、必ずしも対策が順調に進んでいるとは言えず、仮に対策が実行できたとしても望んだ効果を上げられているとは限らない。 ある一種類の外来種を駆除したことで別の外来種が増加し、帰って在来の生態系に負の影響を与えることもある。また、外来種をめぐる様々な利害関係者と行為形成を図るのは極めて困難であり、時には激しく対立して大きな論争となることもある。その一例として、大口バスを特定外来生物に指定するための会議では、商業愛好家、公益法人、 釣り業界等、政治家の反対を受け、議論は大きく難航した。結局この大口バスに関しては、釣り人の協力を得る必要があるとする、環境省によって、一旦は、指定を先送りすることが決定されたものの、環境省の指示によって、方針転換した結果、2005年1月31日に、決定された第一陣の指定リスト案に記載される、こととなった。大口バスの場合は、 駆除対象になったが、侵略的外来種に該当するものの中でも、害獣、害虫等の駆除に役立っている動物や、ニジマスのように、外来種であっても、人間にとって、その存在が好都合であるために、駆除の対象から除かれるものは、まだまだ多い。外来種対策を進める上で障害になるものとして、外来種が地域の文化にすっかり浸透してしまっていたり、 保護対象になっていたりすることがある。例えば、身近に生き物を増やしたいという善意による魚の放流やホタルのっぱなし虫は各地で当たり前のように行われており、マスメディアもしばしば美顔として報道することもあるが、こうした生物の放築は外来種問題となりうる危険性をはらんでいる。そのため、無秩序な放流を防ぐ目的で専門の研究者や学会が中心となって、 ガイドラインが作成されている。野生化で絶滅した生物について、他地域から、禁煙な個体群を導入して復活させる。再導入においても、遺伝的多様性や、在来の生態系に対しての配慮が求められている。得意な事例として、分類学上の扱いの変化によって、希少種が外来種になってしまうことがある。単海ザリガニは、 滋賀県の大御湖にのみ生息する希少なザリガニとして地域の人々に保護されてきたが、その後の研究で北アメリカ原産の内田ザリガニと同じ種であることが判明した。北海道の固有のヒキガイルとして考えられていたエゾヒキガイルも本州から持ち込まれた日本ヒキガイルであることがわかっている。これらの外来種が生息する地元では、その生物種が外来種であると、 明らかになった現在でも保護活動を続けている。こうした矛盾した事例は他にも存在し、例えば、ケラマジカヤカササギは天然記念物に指定されている外来種である。また、自治体の鳥として外来種を指定している地域もある。極端な例では、2010年に山梨県聖湖で再発見され大きなニュースとなった、国マスは秋田県の田沢湖から持ち込まれた古代群に由来するため、 事実上、全滅種から一転して、国内外来種となったことになる。こうした、様々な社会的な利害関係によって生じる課題がある中でも解決が難しい問題として、たとえ外来種であろうとも、生物を殺すという行為は認められないとする、倫理的価値観との対立がある。駆除に関わる反対の主張は、主に殺し方を問題とする、動物福祉と、 殺すこと自体を問題とする動物の権利の二つに分けられるが、特に後者の視聴者との間では、議論が拮抗して解決が全く見えない事態になることもしばしばである。日本でも、アライグマや野猫などの捕殺苦情を行う活動組織が、動物愛護団体等の反対を受け、物議を醸している。外来種問題への根本的な反対意見として、一部の生物を外来種として、 悪者のように扱うのはおかしいという主張も見受けられる。それに対して外来種問題はそもそも生物そのものに対する善悪論なのではなく、生物を扱う人間の怠慢と無責任さが論点にあるという指摘もある。以下は日本国内に実際に導入されて定着している外来種の一部のリストである。哺乳類、編集鳥類、編集爬虫類、編集両生類、 編集魚類、編集節足動物、編集節足動物以外の無脊椎動物、編集、幾何植物も参照日本では、日本国外の動植物が外来種として意識されるが、日本国外では逆に、日本産の動植物が外来種として、問題となっている事例もある。外来種として、日本から海外に進出して定着した、日本産の動植物のうち、生態系や第一次産業に、 大きな影響を及ぼしている生物を一家にあげる。イサプライネスカルピオマメコガネパピリア、ヤポニカクズプエラリアローバータの大群落。ありがとうございます。